ように穏やかな地を怪我してしまった。母上はよく稽古や学問に励む俺を菓子で釣ってそばに起こした。稽古をしたと父上には嘘をついていたが、生きる喜びを教えたかったのだろうな。母上は鹿を特にめでていた。一つ吹いてやるか。母上は俺を鹿のそばに座らせ、獣に古今集を読み聞かせよと。苦労したな。俺が使えると先に立って導いてくれた。空で覚えていたな。猿を見ていると母上の曲を思い出す。今でも吹けるだろうか。初めて仕込まれた曲だったな。上達せず拗ねたものだ。それから母上は俺の機嫌を直そうと下手に吹いてくれた。